完成しました。やっとできた。長かったね。缶スプレーとエナメル塗料だけ、もうエアブラシを使わないっていう縛りで作りました。どうでしょうか。まあこの後にね、いつもみたいにお立ち台に乗せて、写真もねちょっとアップしてっていう感じにを回しますんで、まあそこでねしっかり見ていただけたらなと思うんですけれど、結構ね粗相があるかな。やっぱり缶スプレーのトップコートっていうのは若干ねエアブラシで拭くよりちょっと薄いっていう感じがありますね。なんでもう2回ぐらい拭いた方が良かったかなっていう感じです。トップコートもね5回は絶対拭いた方がいいと思う。で塗料はホルツのオデッセイとかのねホンダのあれの紫をメタリックな紫をね使ったんですけれど、やっぱり実写の色を使うっていうとねリアルにまた見えますね。ちょっとね色的に見えづらいかなっていう感じの、まあこうまあちょっとよくわかんないかいう感じになってます。でちなみにねこの下のこのところね、背景っていうのかな、まあ下の土台のところは100円均一でね、こういうねペーパーヤスリが売ってるんですよ。これをグレーのサフ、あ黒のサフとグレーのサフをこうザザザザザっとこう適当に拭いて貼っつけました。そうしたらねこんな感じになりました。うん、ありだなっていう感じかな。アスファルトのような雰囲気を出そうと思ったんですけどね、そんな雰囲気が出てればなと思うんですけど、なんか自分の目から見てなんかね黒い色の車っていうのはね、やっぱり下もうちょっと明るい色にした方がいいかなっていう気がしましたね。でちょっとね話し取れちゃったけど、今回のこの作品っていうか、まあロードスターやっぱりタミヤっていうのだけあって、やっぱりボディバランスもよく組み立てやすい、しかもね完成度がすごく高くできてて、やっぱりオープンがこういう風にね元になオープンカーっていう形になってるんで、内装がねすごくなんていうのかな、そのまま作ったにもかかわらずすごくね自然ないい感じの出来になってます。このキットね入門にもすごくいいかなっていう気がします。おすすめですね。キットもそんなに多くなくて、パーツもそんなに多くなくて、まあ、さっき言ってみたようにボディバランスも良くて組み立てやすい、塗装してもなんかこう硬くなってはまらないっていうような感覚もなかったですし、まあ完璧かな。研ぎやすさもねすごくあってね良かったです。ということでね、まあ缶スプレーでねこう塗装とかねエアブラシを持ってない人でもここまでのこういうね作品ができるんですよっていうのも、決してねそのうまくできるんですよっていうふうには言わないんですけれど、僕もね結構頑張ってこんな風になんかね意地になってきてね、だんだんなんとかしてこう缶スプレーで綺麗に作ってやるっていう感じでねやったんで、まあそんな感じでねなんとかエアブラシというね環境がなくてもできますよっていうのが証明できたんでね。ではねちょっと完成のお立ち台のところを見てもらおうと思います。ということでね今日はここまで。